テレビ滋賀プラスワンでございます。ひとみ先生、今日もお願いします。はい、今日もお願いします。このコーナーでは県民の皆さんの暮らしに密着した話題や滋賀県の取り組みを楽しく分かりやすくお伝えしていきます、はい、先週は企業が後継者不足などで廃業を余儀なくされる現状と事業承継の必要性についてお伝えしましたけれども、そんな中滋賀県では新たに起業する人も多いんです、うん、その要因の一つが滋賀県は県内総生産に占める第二次産業の割合が高い、つまり滋賀県は全国でも有数の工業県なんですね。で、近年は受注の中心から優れた技術を生かした新製品の開発で町から攻めに転じる企業も増えているんです。そんな時に大きな力となってくれる拠点があります。それは県立の試験研究機関です。こちらご覧ください。長浜と彦根には東北部工業技術センターがありまして、繊維やバルブなどの地場産業の支援もしています。そして陶器で知られる甲賀市にはこの番組でも紹介しました信楽窯業技術試験場があります。さらに栗東市にあるのは県内最大の研究試験機関滋賀県工業技術総合センターなんですね、うん、また県内には大学が多くあります、うん、滋賀県立大学に滋賀大学、立命館大学、龍谷大学、さらに2028年の開校を目指す滋賀県立高等専門学校も大学と同じ高等教育機関ですと。佐藤さん、このように滋賀に市が集積しているということもありまして、ものづくりからイノベーションを起こしていこうじゃないか、それが今日のテーマなんでございます。いやいや、もうそう、新しいものを作ってくれる、そうそうそう、いや我々人類に、うん、もう人類に必要なことですか。そうそう、我々なんかね、お酒ばっかり飲んでね、富先生、それ私のことやんか、我々言うて私のことでね、反省しなんかも、もう毎回言ってますけど本当にありがとうございます。ありがとうございますっていうね、はい、今日もね話題となっております、はい、いきましょう。今回はイノベーションを起こせと題し、滋賀県工業技術総合センターをご紹介します。栗東市にあります滋賀県工業技術総合センターです。幅広い分野の総合的な試験研究支援機関として昭和60年に設立されました。この場所でどんな支援をしているのか、こちらをご覧ください。県内企業の技術力向上や競争力の強化を目的に、企業が抱える技術的課題に対する相談対応、センターが保有しているおよそ300種の試験分析機器を開放し、新製品開発や新技術の研究を推進、産業界のニーズや県の施策に基づいて産・学・官が連携して研究開発を実施、その成果を県内企業に技術移転するの3つです。およそ300種類の試験分析機器には貴重ですごいマシンもあるということなんで、早速行ってみましょう。お願いします。あ、お願いします。こちらは、これは X 線透視装置といいまして、はい、X 線の性質を利用してですね、試験対象を破壊することなく内部を観察できる機械になってます。普通の人間の目で見ようと思いますと、うん、ちょっとプラスチックのカバーに囲まれて内部が見えないという状態になってますけども、そうですね、見えないですね。ちょっと X 線を照射することで、こっち、このようにあのグレーの、プラスチックの箱の中の入っている基板が見えるようになります。私が外から見てたのがこれ、はい、でそれの内部がこれ、これ本当にレントゲン写真を撮ったみたいな形。まさしくおっしゃる通りです。これ内部を撮れることでどんなメリットがあるんですか。これによって、機械の中の不良の断線ですとか、そういった、機械の内部の不良を破壊することなく見ることができます。ほんまに人間と同じように健康診断やってはるんですね、はい、そうおっしゃる通りです。お願いします。よろしくお願いします。こちらは何でしょう。あの太陽の光を模擬して、あの実際に太陽の光をもうすごい強い光を、短時間でかけて劣化を進めていくという装置ですね。なんでそんなことしなかったんですか。いろんなあの自動車もそうですけども、外に置いてあるあのものっていうのはどんどんこう太陽の光を当たるので、まあ、色が変わったりとか、プラスチックですと劣化してひび割れたりとかいうことがよくあると思うんですけれども、それが、まあ、1年間置いとかないといけないとか5年間置いとかないといけないっていうのではなかなか製品開発が進まないので、はい、あの短期間で製品開発を進めるためにこの装置で、先に模擬的にやってしまって、また、スピード開発のスピードを上げていくというための装置ですね。具体的にどれぐらい短縮できるんですか。まあ、
1ヶ月以内で1年間をやってしまえるっていうようなレベルですね。500… 1年が1ヶ月以内。そうですね。ドラえもんの秘密道具みたいなやつですこの機械、こちら何でしょう。はい、これは赤外分光光度計という機械でして、はい、材料がどういったものであるかというものを、調べる装置になっています。例えば透明な2つのフィルム、見た目は同じように見えますが、測定すると一つはペットボトルの材料、もう一つは車のバンパーなどに使われるポリプロピレンだと分かるんです。この機械のこう主なニーズの部分ってどんなところなんですか。異物の分析ですね。そういったものに使われます。例えば、まあ、こういったフィルムもそうですし、あとは我々がよく食べる食品ですよね。ああいったものにちっちゃいこう異物、まあ、その本来入ってはいけないものが混じっていたりする場合、そういうものをこちらに持ってこられて、この機械を測定することで、まあ、その異物がどういったものかっていうのをこう調べることができる。でそれによって、異物を発生する対策をこうして、品質の高いものを作っていく、そういったことに使われている機械になります。そして国のプロジェクトで開発された金属 3D プリンター、金属粉末積層造形装置もあります。必要なところに必要な材料だけを肉盛り積層して造形することができるというような特徴を備えている唯一の方式のプリンターとなります。例えば2つの材料をピンク色と銀色2つ分かれていますけれども、はい、実は鉄の材料とピンクは銅の材料を一つのこのプレートの中で途中途中混ぜながら積層造形していると。これそれぞれのニーズに合わせて合金が作れるという。おっしゃる通りです、こういう形はできるかな、いやいやこういう材料はできるかなって、いろいろお悩みとか製造業の皆さんは最初のファーストステップでいろいろあるかと思います。でそのあたりのご相談を、まあ、共に一緒に製造業の皆さんと一緒に、まあ、この装置前にしていろいろやり取りさせていただいて、まあ、少しずつこう技術の蓄積と、知見、そのあたりを一緒に深めていってと考えてます。そして新たな試験室が5月に供用開始されました。ご覧いただけますか、この重厚な扉、ものすごく貴重なものがこの中に多分あるんだと思うんですけれども、開けていただけますか。はい。おー、いきちゃん。は？え？はー、電気製品から出る電磁波を正確に測るための部屋です。壁や天井で電波が反射しない、外部からも電波が侵入できない構造になっています。そして公設試験研究機関で国内初の試験もできるんです。今回は新たに Wi-Fi の機能を、搭載した製品券、最近たくさん出てます。カメラでも自動掃除機、ね、はい、Wi-Fi、その Wi-Fi 機能を、積んだ製品の Wi-Fi のつながりやすさを評価できる、はい、装置を入れたのが国内初になります。これが一例 Wi-Fi のモジュールの一例なんですけど、 Wi-Fi の性能としてはこの状態で使うのが一番いいわけですね。要するに何も覆いがないので電波が飛びやすく行きやすいんですけど、この状態で製品がするわけいかないので、この上に、まあ、プラスチックのボディもしくは金属のボディをつけますね。つけるとどうしても電波の送受信、まあ、電波を阻害してしまうんですね。だから、組み込んだ時にどん、実際どんだけそのつながりやすさが悪化しないかどうかを評価する必要があると。なるほど、はい、それによってこう開発の機器をじゃあもうちょっとつながりやすくするために、はい、コーティングをちょっと薄くしようかとか、おっしゃる通りですね、単純化していこうとか、はいはい、そういう話が出てくると、はいはい、そうです。なるほど。所長、今日はいろいろ見学させていただいてありがとうございました。ありがとうございます。もう本当にこの施設全体でものづくり県の滋賀を支えているんだなという感じがしたんですが、いかがですか。そうですね、我々工業技術総合センターは企業の皆様と共に歩む技術支援の拠点を目指し、選ばれる滋賀県としてイノベーション、新たな価値を共に作っていきたいと考えています。皆様のものづくりをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、
サンドさんいかがですか。いやものすごい興味深かったです。行きたいなって思うぐらい、全部興味あるんですけど、太陽光のやつ一番、都市伝説好きなんですで太陽光あれ、ひょっとしたらもうあの人らもうちょっとあとちょっとしたらもう小さい太陽作れるんちゃうほんならあれとあれとあれ合わせてこれぐらい小さな起こしてビッグバン小さなビッグバンを起こしてこれぐらいの宇宙を作れるんちゃうかと思うんです。ほんまにね、できると思うんです。太陽ができれば小さい、ということは我々が住んでるこの世界も誰かが作った小さな宇宙かもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です、ちょっと番組変わってくるから番組変わってくるのよ、でも興奮が伝わってきた、はい、伝わってきた、すごいもう、興味あります、はい、だからこうしてこう企業のやっぱり製品開発を支えてるんだということをね、本当に力強く感じましたよね、はい、またですね、この滋賀県工業技術総合センターでは日本酒醸造試験室がありまして、オリジナルの酵母による新しい付加価値の日本酒の開発に取り組んでいるんです、はい、いやさっきVTR 見ただけでもいろんな研究されてましたけど、酵母まで、日本酒酵母までってちょっとびっくりですよね、はい、これも工業技術なんですね、でですね、その酵母が使われているお酒がこちら、コールドミフク、甲賀市にある美福酒造さんが毎年夏季限定で販売されている冷酒向きのお酒、コールドミフクなんです。でこの酵母を使うことによりまして、もちろん酵母、そしてお米、水、すべてが滋賀県産になりました、オール滋賀のお酒ということでございます。で日本酒といえばね、私が飲んでお伝えしたいところだったんですけれども用意されているサンドさん、どうぞ試飲してくださいすいませんね、差し置いて後で飲もう先生よねぜひぜひ、はい、いただきます。はい、まろやかですね、びっくりした、工業感おまへんおまへんな、おまへんかなんな、こんなやられたらわてらも昔ながらのやり方でやってますやん急にどないしたこれ、ね、のやつ、おいしい、ね、もうむしむししたね、この夏の暑さにも負けない、すっきり爽やかに飲めるお酒ということなんです。ほんま爽やか、初心者、でもいける、日本酒初心者の方には向いてる、そうそう、ちょっとねこちらにも書いてるけれども、アルコール度数もちょっと控えめにしてるので軽やかに飲めますということなんです、ね、しかも今ひとみ先生が持ってらっしゃるそのラベルも素敵ですよね。素敵ですよ、なんだかレトロでね、はい、この美福酒造さん以外にも滋賀県オリジナル酵母を利用したお酒は販売されていますので、ぜひ探して飲んでみてください。はい、このように新しい技術を取り入れてこれまであった商品の価値を高めようと挑戦されている企業があるわけなんですが、一方で新しい技術やビジネスモデルでイノベーションを起こし急成長を目指していく企業もあります。スタートアップ企業です。で先日滋賀を代表するスタートアップ企業を三日月知事が視察されました。はい、こちら冷式人機バージョン 2.0 といいまして、見ていただいた通り人型重機のところプラス高所作業車がついておりまして、高所における重機作業を人に代わって行うことを目的として開発を行っております。ロボットと呼ばずに人型重機と呼ばれる冷式人機、開発したのは草津市に拠点を置く株式会社人機一体。我々のコア技術がですね、力をコントロールする技術と人が遠隔で操縦するマスタースレーブの技術、こちらの2つがありまして、でこちらのロボットはそれを搭載しています。このコクピット内の操縦桿を握って力を加えます。でそれをコンピューター内で数倍数十倍に増幅をしてロボットのこの手の動きに変えています。でその後の実際に動いたロボットの動きをそのまま操縦桿に返していますので、その感覚を操縦者は受け取っていると、そういったことが我々のコア技術を使うことによって実現しています。自らの体の延長にあるような感覚で機体を操り作業を行うことができるのが人機です。株式会社人機一体の代表金岡博士、目指しているのはあまねく世界からフィジカルな区域を無用とする。どういったことなのか三日月滋賀県知事が訪れ聞きました。
まあ、我々は社会課題として解決すべき課題としてフィジカルな区域があるというふうに考えています。この世の中、例えば原発事故対応というのもまさにそうでしたけれども、いまだに人が AI がこれだけ盛んに健全されている中で、いまだに人が生身の危険苦痛を顧みずに作業しなければならない区域があふれていると。でこれを我々は何とかしないといけない。テクノロジーでフィジカルな区域をなくそうと、テクノロジーで人の区域を代替するもの、おそらくそれは機械になって、そういう機械ができたらおそらくロボットと呼ばれると思うんですけども、そういうものを作りたいと。先端ロボット工学技術の社会実装を目指す株式会社人機一体が、西日本旅客鉄道株式会社と日本信号株式会社の3社で共同開発したのが零式人機バージョン 2.0。 高所における重機作業を行う人型重機です。三日月知事が操縦体験しました。動かしてみてください。触れてる？触れてます、触れてます。あのゴーグルつけるとなんか本当にロボットになった気になりますね。ちょっとした力、もうほとんど力かけることなく作業ができるので、高いところとか重いものを持つ作業ができるんで、すごいロボットだなと思いましたね、はい、楽しみですね。現場で活用されるのが、滋賀県は人機一体と同じくテクノロジーの社会実装に向けて挑戦する県立高等専門学校を2028年4月の開校へ向けて準備を進めています。その高専の応援団である滋賀県立高専競争フォーラムに人機一体も参画しています。プロダクト、1プロダクトを作るんじゃなくて、我々産業を作りたいんですよね。例えば自動車で考えると、自動車を研究開発して作る人だけじゃなくて、自動車産業であってもサプライチェーンがあって、たくさんのグループ企業があって、その中でたくさん自動車の部品を作っている人たちがいる。で、自動車を作ったらそれをディストリビュートする人たちがいるわけですよね。ディーラーさんとか皆さん車を扱って、それで売る人がいて、車が壊れたら修理する人がいて、で車を運転する人がいて、車を使ったさまざまな仕事をする人たちがいる。そういう全ての産業を作るということに等しい。例えば立命館大学もそうですし、立命館大学でロボティクス学科、日本で初めてロボティクス学科というカタカナの学科ができた大学ですけれども、ロボティクス学科ができて、ロボティクス学科出た人はどこに行くかというと、自動車メーカーとか電機メーカーとかに行っちゃうんですよ、ロボット産業がないから。でもロボティクス学科出た人はやっぱりロボット産業に行くのが自然じゃないですか。でもその受け皿がないんですよ。で、一方高専出ても、じゃあロボットやりたいという人はどこ行くかというと、やっぱそういうところ行っちゃうんですよね。じゃあそういうロボットをメンテナンスする仕事、修理する仕事、ロボットを組み立てる仕事、そういうのだって産業ができれば全部できてくるわけですよね。でそういう産業の集積が生まれるはずなんですよ。で大学や大学院、それから高専、工業高校も含めて、そういう全体のロボットやりたいっていういろんな側面からの思いを受け止められる産業ができるはずなんですね。それがもちろん産業になれば、そこにお金が回って、いろんな会社も出てくるだろうし、そういう大きな新たな経済圏の蓄積を作ることに等しいと思ってます。そういうことを我々はやりたいので、高専ももちろんですけども、今この滋賀県内に大学いっぱいありますし、高専あり高校あり、そういう人たちがこの滋賀県を中心として産業ができて、そこにどんどんロボットやりたい人がそのままロボットの分野に進めるような、そういう流れを作れると思ってます。博士のおっしゃったことには私も強く共感いたします。今滋賀県でも単なる企業誘致立地ではなくて、産業立地をしていこうと考えておりますので、例えばロボティクスの分野でもその可能性は大いにあると思いますね。今は家電や自動車、化学メーカーにいろんな機械部品を製造を販売されている方々も、このロボティクスとして新たに産業を起こすことができれば、取引先が広がりますし、研究対象分野もまた拡大しますので、そういう可能性は私たちも一緒に追求していきたいと思います。滋賀県を代表するスタートアップ企業
株式会社ジンキ一体、研究開発中の二足歩行ロボットも8月に公開予定です。ここまで進んでいます。サンダーさんいかがですか。いやいや、もう単純にその人が行ったら危ないところに行ってくれるのはもうどんどん進めてくださいという感じですよね。素晴らしい技術。いや、ほんまそうですよね。はい、で現在この零式人機バージョン 2.0 をベースとした製品、多機能鉄道重機が日本信号株式会社で製作されていまして、今年度中に JR 西日本の営業線での実用化が開始される予定ということなんです。和野さん、今後の展開すごくもう目が離せないですね。本当ですね。映像でちょっと見ただけでも、もうこんなに進んでるの、ちょっと未来の話だと思ってたものがこれから楽しみですし、本当にそれによって作業効率だったり安全性というところがさらに良くなっていくと、いや、このテクノロジーとかロボットの産業っていうものが、いや、もう本当にこれからも楽しみです。そうですよね。ロボットを作るだけではなく、そこから産業化も目指すことで滋賀県から新たな可能性が生まれることを期待しましょう。はい、ここまで特集でした。さて、このコーナーの他にも滋賀県が発行しているデジタル広報誌ウェブ滋賀プラスワンを D ボタンの二次元コードからご覧いただくことができます。県民の皆さんの暮らしに密着した話題やイベント情報などが皆さんのスマートフォンなどからご確認いただけます。ぜひご覧ください。以上、テレビ滋賀プラスワンでした。